大学コンソーシアム石川が入る石川県政、記念市の記念品館公益社団、法人大学コンソーシアム石川とは、石川県内のすべての高等教育機関が連携して設立した公益社団法人。事務局は石川県金沢市大阪にある。県の総合的な教育力や発信力を高めて行きたいと考えた石川県が、 県内の高等教育機関間の教育交流、発展及び地域社会の学術、文化、産業の発展を目的として、1999年に設立した石川大学連携促進協議会を前進とする。2019年8月時点で石川県内にある21の高等教育機関のすべてが参加している。 当初は短期大学間での単位互換事業から始まり、2003年からは県内の全高等教育機関が参加し、石川シティカレッジを開始。2006年、運営主体を県から高等教育機関に移管し、大学コンソーシアム石川を設立。2010年4月石川県高坂庁舎より、石川県政記念市の記芸品館に事務局を移転。同年7月1日、 法人格を取得し、一般社団法人大学コンソーシアム石川に、2016年4月1日、公益認定を受け、公益社団法人大学コンソーシアム石川となる。単位互換事業の石川シティカレッジでは、各高等教育機関の教員が講師を務める、教養科目を開講し、受講者が単位取得すると、 ところぞくの高等教育機関の卒業要件単位として認められる。また、授業は一般の希望者にも解放される。ありがとうございます。